はい、こんにちは、トムです。今回はアウロラに挑んでみようかなって思います。編成はキリンジ2とマルタアルファ、アルファとなっています。はい、マルタアルファとアルファ、すっげーあれですねややこしいですね。で、キリンジはね、マインスイーパー持っていないんですけども、ドレイン M がありますので、地雷食らった後にしっかりと敵と敵の間に挟まってあげると、その実質HP が全開、ほぼ全開しますので、まあ、実質マインスイーパーみたいな動き方できるんですよね。ただしっかりと敵に挟まってあげないと事故るんで、その辺をねしっかりと気をつけてください。でこれ縦勘でしっかりと倒します。はい、 OK ですね。で次がゆずるが3体いるところ、 OK、 これ挟まってあげます。はい、まあ、闇属性キラー闇属性キラー持っていますので、まあ、順当に強いですね。でマルタアルファは、どうしようかな、普通に、あ、やべえ、そっか、これブロックあんのか忘れてた、普通に、あ、強いキリンジの友情コンボが普通に強いですね。で保険としてチョッパーかビビアンはね編成しておいた方がいいかなと思います。これね、マップクリア、マップ回復がねないんで、もしも HP0 で抜けてしまった場合は、次のステージはHP1 の状態でスタートになるんで、まあ、そうなる場合はチョッパーかビビアンを使って、まあ、回復して、まあ、やり過ごすことができますので、その保険、もしもねそういうところで失敗した時の保険として、まあ、チョッパーかねビビアンをね採用した方がいいかなと思います。でキリンジの場合ですと、これねアンチブロックがあるんですよね。だからこれ直接行ったらいけるんじゃないかな。あー大丈夫か、おーギリギリ倒したね、うん、まあこんな感じにできますので、アンチブロック持っている点から結構ねキリンジ便利だなと思います。で挟まるか、こんな感じかな、よし、 OK。 でマルタアルファってね結構ステータス高いんで、こういう点ってからもすごく優秀ですね。でキリンジのターンはとりあえず挟まって、はい、しかと HP も回復しますこれめっちゃずるいっすよね、普通にめちゃくちゃ強いなと思います、これは。でこれはこれちょっとさあいけるかな、あーちょっと挟まれなかったね、これはしょうがない、挟まれなかったら全然火力は伸びませんね。弱点の弱点に結構ね火力出してあげると伸びるんで、これいやなしでもいけるか、あ OK 全開したね、 OK いやキリンジ強いね、敵と敵の間に挟まるシチュエーションが結構多いので、まあこういうところですごく強いですよね。でとりあえず SS 打っとくか、こんな感じに。マルタアルファの倍率って結構高いんで、おきゅうけいけいけ。でマルタアルファってね長距離 SS 短縮弾持っていますので、早く SS が打てるんですよね。この点結構強いなと思います。で SS 打たなくてもいいか、とりあえずザコを倒すことに専念します一旦。ガイドあるからこう打つか、 OK、 いいね。で左上のユズルを倒してあげます。まあ、倒しやすいところから倒してあげましょう。 OK。 で次右上のユズルを倒してあげます。まあ、一応ねドレイン M で回復できますので、まあ地雷気にせずしっかりと殴り取っていきましょう。 OK、 強い。で次が敵と敵の間に挟まるんで、これ 3P の
キリンジで大丈夫かこれ。あ、大丈夫だね。とりあえず HP 回復に一旦専念します。 OK で、これでキリンジの SS を打ちに行きます。1段階目なんですけども、とりあえずあの花とあのボスの間に挟まって火力を伸ばしたいですね。さあどうだ。お、よっしゃ来た。めっちゃ伸びてるよ。これ1ミリいくんじゃない。あー、ちょっと足りなかったが、これ2段階目だったらワンパンできてたね、これ絶対。 OKOKOK。 まあもうチョッパーもありますし、勝ち確かな。はい、 OK で、これでマルタアルファで挟まってあげれば終わりですかね、もう。あー、これどうだ。うわー、そうなるよな。いや、これはしょうがない。これ 3P… あ、大丈夫だね、全然大丈夫。うん、で、これでしっかりと敵と敵の間に挟まって雑魚を倒しつつドレインで回復します。 OK、 強い。で、これでアルファの SS で追撃、これ確かボス確定なんで、確かそうだよね。まあ、とりあえず打つわ。しっかりとレーザーも利用しつつ、さあ、いけ、よし、いけ、よし、倒せ、よし、いける、よっしゃ、来た。まあ一応ね、こんな編成でも勝てましたんで、まあキリンジがね、めちゃめちゃ強かったですね。ゲージ飛ばしが狙えますので、まあキリンジが結構強いなって個人的に感じました。ということで、まあ動画を終わりたいと思います。見てくれてありがとう。バイバイ。